はい、皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。香港の日本語教師の向上です、今から日本へ帰るために空港で PCR 検査、香港の空港で PCR 検査を受けています。街の中でもできたんですけど、なんか市内、香港市内の日本人クリニックとか、いろんなアドベンティストの病院とかではだいたい2500ドルから1000ドルぐらいで、空港で受けると2、3時間で結果が出るやつが、500ドルぐらいで499ドルで受けられるので、こっちにしてみました。係員の人とかもすごく親切だし、夜遅いせいなのか、なんかガラガラですごくスムーズに検査受けられました。ちょっとなんか鼻の奥までなんか検査のスティックを入れられたので、今なんかすごい変な感じなんですけど、まあ、とにかく終了しました。帰国の準備着々と進んでいます。今空港の、ここは、ここは、Thank you。 ここ今空港の7階ですね。なんか5階のアライバルホールで検査のものを受けて、でそれで7階に登ってきたら、すぐ検査してもらいました。なんかちなみに検査場は屋外なので、もしピークの時間に来る人とかがいたら、多分あまり厚着してない方がいいようなすごい暑さでした。じゃあ今からここからどうしよう、しばらく2、3時間ぐらい結果を待って、いるので、じゃあ多分ここから一度アライバルホールに行こうかなと思います。なんかちょっと下の方が少し空いてて、結構いっぱいなんか寝てる人とかもいるんですよね。なんかこんな感じです。なんかほとんど中国の人だから、なんか中国間の乗り継ぎでこんな風になってるのかなと思います。PCR 検査、カメラこっち回せば、はい、こんなにお菓子とかいっぱい持ってきてるんですけど、はい、5回。なんか今友達のシンディが空港まで車で送ってくれて、夜遅くだったんですけど送ってくれて、なんか TWG のムーンケーキをプレゼントしてくれました。これ多分明日の朝ごはんとして食べようと思います。こんな感じ。かわいいですね。うん、はい。これとか、ちなみになんかもう夜遅いのでしょうがないんですけど、なんかお店はほぼすべて、ほぼというか全部閉まってて、なんかあちこちになんか人がいっぱいなんかこう寝てる感じですね。私もどこかで休憩できる場所をちょっと探してみようかなと思います。本当になんか人がいなくてガラガラ、こんな空港本当に初めて見たから結構びっくりです。こんな感じ。じゃあみんなまたね。